スマートジェイコムボックスとテレビを HDMI ケーブルでつなげる場合、スマートジェイコムボックス背面の HDMI 出力をご確認ください。すでに他のテレビの HDMI 入力に HDMI ケーブルで接続されている場合、新しいテレビへつなぎ替えが必要です。現在のテレビの HDMI 入力から HDMI ケーブルを外します。抜いた HDMI ケーブルの先を新しいテレビの HDMI 入力に差し込みます。これで接続先テレビが変更されます。スマートジェイコムボックス背面の HDMI 出力が空いていて、新たにテレビをつなげる場合には HDMI ケーブルをご用意ください。 HDMI ケーブルは HDMI 規格に準拠した HDMI ロゴのついたケーブルをご使用ください。 3D 映像の番組をご覧いただくためには 3D 対応 HDMI ケーブルで接続してください。用意した HDMI ケーブルの一方をスマートジェイコムボックス背面の HDMI 出力に差し込みます。 HDMI ケーブルのもう一方をテレビの HDMI 入力に差し込みます。これで HDMI ケーブルの接続は完了です。